チャオ、日高よしみです。今回は前回に引き続き、牛のバラ肉を使った、まかないシリーズといいますか、昔の思い出の、料理をご紹介します。前回が絵の手かピンキよりのまかないでした。で今回がですね、イタリア行く前にお世話になったリストランテ花田の、ルイさんの料理、それをまかないで食べた時の思い出をお話ししながら作っていこうかと思います。材料が前回ご紹介しました牛のバラ肉を2時間ぐらい煮て柔らかくなったものですね。そして野菜もこうコロコロ入ってます。これも今日まかないとして食べようと思います。一回こう冷やして油が上に固まってきたものを取ってスープに使うという使い方をしていきましょう。ちなみに塩は入れてないので食べるときに塩味をつけます。今回ルイさんのそのまかないっていうかルイさんの料理からしてですね、このバラ肉にグリーンソースをかけたんですね。バジリコソースって言ってましたけども、材料が、バジリコ、パセリ、イタリアンパセリ使います。当時はねイタリアンパセリがなかったんで普通の巻き巻きのパセリを使ってました。そしてあとコルニッション、キュウリのピクルス、ケイパー、グリーンオリーブ、そして玉ねぎ、アンチョビ、あとニンニク少々ですね。そしてパンが結構つなぎりとしていい役割になるんですね。これを、ミルサーでかけていきます。あとごめんなさい、白ワインビネガーですね。そしてオリーブオイル、あと塩、ではバジリコのソースを作っていきます。ルイさんはですねミルサーこういうものを使わずに全部すり鉢で作ってたんですけども、今やっぱこういうミルサーなんかあると便利なんで、今日はミルサーもしくはミキサーを使って作る作り方でいこうかと思います。パン、フランスパンを用意してますけども、食パンなんかでもいいかと思います。これが結構いいつなぎになります。そして、バジルとかその他を入れていくんですけども、全部この中に入れる予定ではいます。バジルとケッパー、ニンニク、アンチョビ、オリーブ、キュウリのピクルス、コルニッションですね。これもちょっと最初にこう切っときます。玉ねぎ、田中さん、はい、ちょっとこれかけてやってくれる？これとあと白ワインビネガーですね。これ白ワインビネガーとオリーブオイルまで入れて、で一回かけてから残りのバジルとイタリアンパセリもちょっと入れちゃいましょうか。いい、大体か入れたら次これ入れちゃうよ、はい、全部入るかな。ちょっと詰めて詰めながら行きましょうか。イタリアンパセリと一回回そうか、回ったね。じゃあバジルも入れます。バジリコのソース、バジリコが昔あんまりなかったんで、これバジリコの代わりによく大葉、シソですね、それを使ってたこともありますね。じゃあそれ、回してもらってる間に私バラ肉を、はい、じゃあちょっとその間にバラ肉を切っていきます。バラ肉はもうだいぶ、冷めてるんですけど、生温かいような状態ですかね。でスライスにしていきます。
はい、こういう感じでスライスにしていって、お皿に盛り付けていきます。大丈夫、ちょっとオリーブオイル足そうか。中身同じですね。はい、ちょっとオリーブオイルを足します。これで今で大体 100cc ぐらいかな、多分ね。あ、いい感じで、はい、じゃあちょっと一回のボウルに入れて、あの味を整えます、はい。まあ、こんな状態になります。ちょっとこれを、塩気のもの結構入ってるんで、塩はちょっとだけでいいですね。でもうちょっとビネガーあった方がいいな。足しといてください、分量、はい。あと大さじ1入れました、はい。塩とビネガーを足してこんな状態です。ソースはまあ常温ですね。でこれを上からかけるという、まあ、これがあのルイさんの、牛バラ肉の柔らか煮、バジリコソースになります。そしてあとこれの応用をちょっとあのお見せしましょう。まあ今回の牛バラ肉使ったものが、まあちょっとあの時間もかかるので、そういう場合ですね、こういう豚のしゃぶしゃぶ肉ですね、豚バラスライス、これをしゃぶしゃぶにもしてます、田中にしてもらってます。そしてあとオニオンスライス、こういうものを使って、このソースをちょっと応用してみましょう。豚肉をボウルに入れて、このソースを和えちゃいます。で、さっと混ぜます。ありがとう。まあ、玉ねぎのスライスを、まあ、結構たっぷり乗っけていいですね。オニオンスライスをいっぱい食べた方がいい。こういう感じで乗っけて、で上からこのしゃぶしゃぶを乗せて、食べていただくと、まあ、これはもう本当に簡単にできる、こんな感じかな。ちょっとオリーブオイルを上からかけます。まあ、こういう食べ方、そしてあともう一つ、もう一つは野菜ですね。この人参とか普通にもう出し取ってしまったものなんですけども、結構ねこのブイヨンを取った後の野菜をよくイタリアのレストランではまかないで食べたりしてました。で意外に美味しいんですよね。例えば人参なんかも、もう本当に柔らかくなってますから、ざくこんな感じで切っちゃいます。そしてあと玉ねぎはもう本当柔らかいんで、これ半分ぐらいにしちゃいましょう。セロリはもう事前に筋をもう取ってます。後で食べるつもりだったんで、筋を取ってこういう感じで切ってます。でこういうお野菜なんかも捨てずに、ちゃんと食べてしまう、この牛のバラ肉、まあ、食べやすいような大きさにカットしましょう。こんな感じでね。あ、そうそう、ごめんなさい。お野菜塩も何もしてないんで、先にこの上からお塩を、置きます。そしてあと牛を乗せて、牛も塩味してませんので、牛を乗せて。牛にも塩ちょっと、そして上にこのグリーンソースを上からかけると、まあ、こういう作り方も、まあ、利用の仕方ですね。
野菜も牛も無駄にしないように使うというふうな使い方をすればいいかと思います。では今日はのキッチンスタッフ の南條と池根に味を見てもらおうと思います。彼らがそのルイさんから教わった料理をどのように表現してくれるか楽しみですね。南條さん、池根さん、はい、じゃあ中入ってください。はい、じゃあこの2つ、はい、じゃないこの皿を食べてみて、はい、まあ本当は私日高がですね、もう36年前かイタリア行く前にお世話になったルイジさんから教わった料理です。おいしい、カメラ見ていって、おいしい、すごいおいしいですね。やっぱパスタに合わせるっていうイメージがすごいジェノベーゼなんですけど、こういう風に食べるとまた新鮮です、ね、うん、多分中入ってるものはまだ見てないと思うんだけども、まあ、ジェノベーゼバジルのソースなんですけど、バジル以外にもいろいろ入ってるからね。野菜自体も牛肉と一緒に茹でてるんで、もう肉の旨味っていうのもしっかり入ってて、野菜も美味しいです、うん。まあ、ブイヨン取る時の、まあ、野菜一緒に入れちゃうけど、あれどうしてもやっぱこして捨てちゃうよね、はい、でも本当に柔らかく煮た野菜が塩するだけでも本当に美味しい。いいですか、グリーンソース結構何でも合うでしょ。そうです、うん、じゃあここでね、ちょっといきなり不利なんですけど、2人に間がないとはっていう一言答えてもらおうかなと思ってます。全然前振りなしです。じゃあ南條、間がないとは、間がないとは、そうですね、間がないとは、まあ、将来自分がなりたい料理人になるための下積み、まあ経営者になるためでもありますし、やっぱりそれで限られたもので美味しいものを作るっていうための、料理人になるための過程だと僕はやっぱりすごい必要なもの、一番やっぱ根源にあるものだと思います。なるほどね。本当にまかないってやっぱり自己表現の場でもあり、そこで美味しくなかったらやっぱり先輩たちからね、はいはい、なんか言われるものね。いけねば、まあ、限られてあるものを使って、もう自分自身を表現する場所だと思います。僕自身もそんな口に立つ機会もないので、まかないという場所が自分の味とか、まあ、料理を表現できる場所だと思っているので、まあ修行の身としては一番大事な場所なのかなと考えています。そうだよね、まあ、本当に彼らが今現場で、うちのスタッフにまかないを作ってくれてる、まあ、主要メンバーなんで、まあ、本音だと思います。まあ、そういう感じでまかないって大事ですよね。はい、ありがとう。じゃあ向こうで食べてください。まあ、前回今回とまかないっていうのをテーマに牛バラ肉を使ったお料理、一つがイノテカピンキオリで習ったもの、食べさせてもらったもの、もう一つが、リストランで花田で食べさせてもらったもの、この2つを、まあ、ご紹介しました。まあ、いろんな応用が効くと思うので、ご家庭でも参考にしていただいて、何か作っていただければと思います。ではまた次回、チャオチャオ。